皆様こんにちは。今回この動画では、工具を初めて持つような初心者の方に向けてこちらの P958 の使い方のコツだったりを紹介していきます。で、初心者さんのよくある悩みとして P958 でうまく電線がストリップできないだとか、のの字曲げがスムーズにできないという声を多くいただきます。ですが、これらは基本的な使い方と、あといくつかのちょっとしたコツを押さえるだけでスムーズにできるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。今回この動画にご協力いただくのが、初めて P958 を触られるこちらの初心者さんにご協力いただきます。で、この初心者さんは P958 はもちろん今まで工具をあまり触ったことがないそうです。で、受験者の皆様にも同じ境遇の方はたくさんいらっしゃると思いますので、まあこちらの初心者さんと一緒に P958 の使い方のコツというのを押さえていきましょう。で、今回こちらの初心者さんにやってもらう作業は基本的にこの P958 を使った作業です。まずケーブルのカット、そしてケーブル外装のストリップで、新鮮被覆のストリップで、最後のの字曲げ、この一連の作業を初心者さんと一緒にやりながら P958 の使い方を押さえていきましょう。では、実際に初心者さんにやってみてもらおうと思います。ではまず最初にこちらの P958 握ってもらって、ケーブルを30センチ測って、でカットしてみてください。はい、ありがとうございます。今ケーブルをカットしてもらったんですけれども、ちょっと気になるポイント1個ありました。まず1つが P958 の持ち方ですね。この持ち方がうまくいってないと、この P958 の開閉がスムーズにできなくて、このケーブルをここに通す時がちょっとまごついちゃうのが気になりました。じゃあちょっともう一回 P958 持ってもらいましょうか。で、今こういう形で持たれてるんですけど、今この初心者さんは P958 上から持って、もうこのまま握り込んでますね。で、この状態だとこう指が離せなくて P958 どうやって開こうってなっちゃうんですよ。なんで持ち方としては、この利き手の親指と人差し指のここの間に P958 をこうしっかり挟み込んでこう持ちます。で、私の場合だったら人差し指中指をここに添えて、あとはこう薬指で開閉を行うっていう形ですね。なんでこの親指と人差し指の間でしっかり挟むっていうのがポイントです。ちょっとそれを意識してみて持ってみましょうか。でちょっと持ってみてください。そうですそうです。で、手が小さい方だったりすると、この人差し指中指ここをしっかり折り曲げてしまうと、こう開く時にちょっと指がつりそうになるっていうのもあったりするんで、もうここの指はもう伸ばして添えるだけでも全然大丈夫かなと思います。で、しっかり握り込んでカットする時だったりはこの指をグッと握り込んでもらったらいいんですけど、開閉する時はもう指は伸ばした状態でこうやって動かすとスムーズにいくかなと思います。じゃあそれを踏まえてもう一回ちょっとケーブルカットしてみましょうか。で、あとさっきケーブルの測り方なんですけど、初心者さんはこう左手からこう測って、で工具を持っているこの右手で30センチのところに指当ててましたね。で、こうするとまず工具と布尺がかぶってちょっと数値見にくいっていうのがちょっと気になりますね。で、あとこう測った後ケーブルを持ち直して切らないといけなくなっちゃいますんで、できたらこのケーブルの先端をここに合わせて
ゼロを左手で押さえる、でそのまま切るの方がスムーズにいくかなと思います。本当にちょっとしたことなんですけど、こういう些細な、積み重ねが作業のスムーズ性をちょっと左右するところかなと思いますんで、じゃあそのケーブルのまず寸法の測る時の手の置き方と T958 の握り方もう一回意識してもらって、もう一度ケーブルを30センチカットしてみましょう。で、いきましたね。で、さっきちょっとケーブルカットするのが孫ついた原因は、このケーブルを奥まで差し込めていなかったからかなと思います。差し込むとケーブルカットする際は必ずこの刃の奥まで押し当てて切るようにしましょう。じゃないとちょっと軽い力で切れないっていうのと、あとこの刃の上の方で切り続けてしまうとこちらの P958 傷む原因となってしまいますので、必ずケーブルをカットするときは刃の奥にケーブル当ててカットするようにしましょう。ちょっとそれだけ最後やっておきましょうか、はい、ちょっとこの短いケーブルで奥まで押し当てて、そうですね、はい。じゃあこれでケーブルのカットが完了しました。ではさっきのちょっと余分なケーブルを省いて、さっきカットした30センチのケーブルです。で次はこれを5センチ測ってもらって、ケーブル外装の被覆をストリップしてもらいます。で5センチ測る時なんですけれども、まあ、布尺で測ってもらってもいいんですけれども、 T958 便利なのがこの裏面にここにスケールがついてるんですね。でここで5センチ測ってもらってストリップすることができます。じゃあ、初心者さんにはここで5センチ測ってもらってケーブル外装をストリップしてもらいます。でこのケーブルは、1.6mm 二芯線を使ってます。今ちょっと 1.6mm 二芯と言われて頭にハテナが浮かんでるような顔をされてるんですけど、まあ一度行ってみましょう。じゃあ5センチ測ってもらって、あ、じゃあ一回止めますね。まず今、こう持ってここで合わせてましたね。じゃなくて、スムーズに作業を行おうと思ったら、まず P958 をこう品番が自分この内側に来るように持ちます。内側、こうですね。で、今人差し指がここに巻きついちゃってるんで、こっちの左側のグリップ持ちましょう。そうですね。で、これをくるっと手首返してもらいます。で、電線はこう親指と人差し指でこう挟む形で持ってもらって、で、ここのプライヤーの先端に人差し指を当てます。で、ここで5センチ。あ、そうです、そうです。で、測ることができます。では、測ってもらったので、ケーブル外装をストリップしてもらいましょう。どこでストリップするかは、いけてますね。1.6mm 二芯線ですので、この一番下のストリップの刃のところで、ストリップしてもらいます。全く初めてですね、今回ストリップするのが。そうですね、一度思うようにやってみてください。あの、これは本当によくある初心者さんの落とし穴にはまってくれたなというところですね。一回ちょっとじゃあ止めましょう。さっき初心者さんはこう5センチ測りました。でストリップの刃にこう握り込みました。でその後この
P958 はこの握り込んだままこう押し出そうとしてましたね。でこれをしてしまうとまずストリップできません。で仮にできたとしてもこのようなちょっと見えにくいですかね、深センの皮膚に擦り傷がついてしまうんですよ。あ、見せてくれてますね。結構ついてますね。なんでポイントとしてはハンドルの握り加減をマスターするのがポイントです。じゃあちょっとまず P958 さっき教えた握り方で持ってもらって、そうですね、で一回握りましょう。グッと握ってもらって、でここをしっかり親指人差し指の間挟みながら、もうここの指4本をこう離してみましょう。そうすると P958 ここにバネがついてるんで勝手にこう緩むのが分かります。ここの先端見てもらったら分かるんですけど、今これ握り込んでる状態で手を緩めると開きますね。その感じをちょっと何回かグーパーして覚えましょうか。そうですそうです。でじゃあこれをどういう風にストリップの時に活用するのかと言われると、まずグッと握り込みます。でさっきのバネの感覚を思い出しながら、もうここの指4本離してしまいましょう。で切り込みがここ握り込んだ時点で1回入ってますんで、ここに沿わす形でこの P958 は緩めたまま、ちょっともう一回見せますね。握り込みます。でバネの力を利用して P958 緩めます。で歯に引っ掛けるような形ですね。切り込み入れたところを歯に引っ掛けるイメージでこう P958 は動かさずに、ケーブルを持っている方の指をこうグッと、親指をグッと押してあげるとこのような形でストリップできます。ではちょっともう一回やってみましょうか。じゃあ反対側を使いましょう。まずじゃあ5センチ測るところももう一回やりましょうか。5センチ測って、はい、OK です。握り込んでもらって、で緩める、で引っ掛けるイメージで、あ、そうですそうです。あ、さっきよりだいぶスムーズにいけましたね。なんで本当にポイントはこのこうちょっとグーパーグーパーしてもらって、バネの力で P958 が開く、この感覚をつかんでおくと、この P958 を緩めるという感覚がつかみやすいかと思います。ではちょっともう一回念のためやっておきましょうか。はい、じゃあもう一度言っておきましょう。じゃあまずケーブルを5センチ測ってもらって、測ってもらって、で 1.6 ミリミシンのところで、そうですね、握り込む、緩める、でケーブルを押し出す。そうですそうです。あ、綺麗にできましたね。でごくたまに、まあ、このように緩めてストリップしてもちょっとこう皮膚が擦れてしまうことがごくまれにあります。ただ、技能試験の結果の判断基準ではこの中の新鮮皮膚が見えるほどの傷は NG なんですけども、まあ、多少の擦り傷はまあセーフです。ただやっぱり傷はない方がいいので、この擦り傷がどうしてもついてしまって気になるという方は一度握り込んでもらって離します。でその後この捨てる方の外装皮膚を軽く挟んでもらって、このようにストリップすると、まあ、綺麗に、より綺麗に剥くことができます。まあ、さっきの普通のやり方でも基本は綺麗に剥けるんですけれども、どうしてもちょっとそれが難しいという場合は今のやり方でもおすすめです。では次は新鮮皮膚のストリップに行きましょう。
で、ケーブル外装被覆のストリップにあたってもう一個補足入れとくと、さっき初心者さんはすごいこう T958 に対してこう垂直にケーブルを押し出すことができてたんですけれども、たまにこう力を入れるあまりこうちょっと見えますかね、こうケーブルを下に下にこう引っ張ってしまう方がいられます。こうしてしまうとよりケーブルがこう曲がっていってスリップしにくくなりますので、こう T958 に対してケーブルはできるだけ垂直に、で手も下に引っ張ろうとするのではなくて親指の力でまっすぐ押し出す、この練習すごくしておくとスムーズにストリップすることができますので、まあ、一つ押さえておいてほしいところですね。では次、さっきこれ、こっち使いましょうか。ここケーブル外装5センチストリップしました。では次、新鮮被覆を20ミリストリップしてもらいます。で、ここのスケールは1センチ単位ですので、じゃあどこでミリ単位で測るんだってなると、ここの部分ですね、ここが10ミリから20ミリまでミリ単位で測れるスケールとなってますので、ここで20ミリ測ってもらって、でここの新鮮被覆用のストリップ板のところでストリップしてもらいます。で今回は 1.6 ミリですので、上3つのうち2つのストリップ板使ってもらいながらストリップしてみましょう。ではちょっと1回やってみましょう。でまずあれですね、ちょっと止めますね、はい、まず今持つときに、はい、こう持ってこう持ち替え直してスケールを使ってたんですけど、はい、そうじゃなくて基本はもう品番を上にした状態でこの、はい、持ち方が基本です、はいはい、でスケールを使うときは手首をこう、そうです、返すように、もういちいちこう工具を持ち替えてたらもうそれだけでもう時間がもったいないんで、持った状態でくるっと返す、もうこの手首の動きをよく使いますので、まあちょっと癖づけるようにしておきましょう。じゃあもう一回ちょっと20ミリ測りましょうか。はい、あ、じゃあちょっと一回止めますね。今20ミリ測るときにこのケーブルを持ってる親指はどこに当ててましたか今。あ、それはここがここに合わせためですかね。あ、確かに先っぽを20ミリのところに持ってきてそれを押さえるためだったらあんまり何も考えてない。 OK です OK です。あ、じゃあ問題ないですね。たまにこのちょっと点線があるんですけど、ここにこう親指を当てる方がいらっしゃるんですけど、これ当てる必要ないです。というのもここの厚みちょっと気になられると思うんですけど、ここの厚みはこの刃の厚さと同じ厚みになってるんですね。なんでまず人差し指、もうさっきと同じです、親指と人差し指でケーブル持ってもらって、で人差し指をこう T958 に沿わすような形でこう当てます。で、このまま人差し指を T958 に当ててストリップするとぴったり20ミリストリップすることができます。なんで新鮮被覆、まあ、ここのスケール使うときは親指でこう位置決めをするんじゃなくて、もう人差し指を沿わしてで沿わすだけでも測った通りにストリップできますので、ちょっとそれ意識しながらもう一回測ってみましょうか。そして20ミリですね。でくるっと返して、そうです、でグッと握り込んで、あ、OK です OK です。で、さっきのケーブル外装の時よりちょっと向きにくそうにしてましたね。っていうのもこの新鮮被覆はそのケーブル外装に比べてちょっと被覆が
すごいピッチリしてるんですよ。まあ電線メーカーの種類にもよりはするんですけれども、比較的ケーブル会社よりかはちょっと向きにくいものになってますんで、あどうでしょう、そうですね、一回こう握り込んでもらった時に軽くプチッと聞こえたらしっかりと切れ込み入ってます。で握り込んでもちょっと切れた音聞こえなかったなという場合は、一回このまま軽く P958 を内側に、もうほんと少しでいいです、ちょっと倒してもらって、でもう一回戻すと被覆が切れるプチッという音聞こえると思うので、そのまま手を緩めてストリップしてもらうとしっかりとストリップすることができます。そのよくあるのとしては、その被覆がうまく切り込み入っていなくてちょっと剥くのに手こずるというのが多いので、まずその被覆がしっかり切れてるかというところを確認しながらストリップしていきましょう。じゃあちょっともう一回ストリップしましょうか。あ、そっちで、はい、はい、20ミリ測って、でよく聞いてください。なんかプチッという音が聞こえるかなみたいなところなので、しっかり握り込んで、で、あ、今聞こえましたね。ちょっと今の音取れてるかわからないんですけど、で今 P958 少し倒せるので元に戻しましょう。でスッとさっきと同じ要領でスリップします。あ、いけましたね。でたまにちょっと2本同時にまとめて剥くのが難しい、まあ、基本はさっきのコツを押さえてたらいけると思うんですけど、どうしても2本同時難しいという場合は無理せずにもう1本ずつ剥いてしまうというのも一つの手段です。まあでもやっぱりどうしても2本同時に剥く、 これはもう3本同時に剥くことができるので、まあ、できるだけまとめて新鮮被覆剥けるように練習されるのがいいかなと思います。では新鮮被覆ストリップできましたので、最後のの字曲げに取り組んでいきましょうか。では、次のの字曲げに行きたいんですけど、ちょっとその前に初心者さんから質問があったので答えておきますね。これ全部今初心者さんがストリップしてくれたケーブルなんですけれども、この白と黒の新鮮被覆がこう長さちょっとガタついてるの大丈夫ですかという質問でした。でこれは何でかというと、こうケーブル会社をストリップするときにつられてたまにこの中の新鮮被覆がこうぐるぐるぐるっと出てきちゃうっていうものなんですね。でこれ自体は特に、まあ、左右揃ってなくても問題はないです。ただ後々ちょっと施工しにくいとかが出てくるかもしれないんで、もしあれだったらもうこうグッと押したら高さこのように揃いますので、このように調整されてもいいですし、もしくはもうケーブル外装がを剥いた瞬間ずれてたみたいな、例えばちょっと引っ張るとこうずれてたみたいな時はもう多少の誤差だってこう切り揃えてもらっても全然いいです。でそもそもこのどっちかのケーブル出るのを防ぎたいという場合は、この反対側をちょっとこう曲げといてもらうとケーブル抜けにくくなりますんで、こう比較的ここが揃った状態でストリップすることができます。なんで多少のこのガタつきはあまりそんなシビアに気にされなくても大丈夫です。どうしても気になるなら後でこうケーブルを押し込むなり引っ張るなりして調整するか、か先に切り揃えてしまうか、かケーブルをこう端折ってからストリップするのどれかを取られると解決されるかなと思うので、まあ、ちょっと参考にしてみてください。では最後一番の難関ですね、今日の、のの字曲げに行きたいと思います。ケーブル外装を5センチ、新鮮被覆を20ミリストリップした状態で今止まってますね。ではまず、一本一本作業をしますので、ちょっとプライヤーで新鮮をつかみながらクッと広げましょうか。クッとこう、そうですそうです。でこの新鮮被覆からだいたい3ミリほど開けたところをしっかりつまみましょう。でそのまま、90度にクッと曲げます。
じゃあ一回ここで止めましょう。今、ちょっと戻すと、今のちょっと作業の違い皆さん見てましたでしょうか。まず私は握り込んだ後、ここに親指を沿わしてグッと押さえ込みました。で、初心者さんはというと、ちょっとケーブル見比べると分かりますね。こっち左側は私です。私の方に比べてちょっとここがカーブしてしまってますね。で、これは何でかと言いますと、90度に曲げるときにこの T958 から遠いところを持ってしまうと、こう力がうまく伝わらなくて、こうグニャッとグニャッと曲がってしまうんですよ。なんで綺麗に90度に折ることができないとなっちゃいますんで、ポイントはこの作業をするときはもう T958 の近くに手を添えることです。で、あと持つときもですね、この状態で P958 で約3ミリ開けたところをつまもうとすると、ちょっとなんかこう P958 意外と重たいんで、ちょっと滑ったりとかで不安定ですね。なかなかうまくつまめないと思います。なんで、そうですね、私の場合は新鮮皮膚、このように手を当てて、で、左手の人差し指を添える形で、あ、そうですそうです。で、添える時にちょっとここに手を当ててしまうと、プライヤーで挟むと大変危険ですので、このプライヤーのこのくぼみのところですね、くびれのところに人差し指を当てて、で、このように親指で微調整しながら挟むと、しっかりと狙ったところを挟むことができます。そうですそうです。で、そのまま親指を P958 に沿わせて、で、グッと、そうですそうです。さっきより綺麗ですかね。ちょっともう一回いきましょうか。ちょっと戻しましょうか。ちょっと戻しますね。こっちも戻しておきます。じゃあもう一回ちょっと90度に曲げるところからやってみましょう。で、この時 P958 緩めずしっかり握り込んでください。じゃないと、この曲げた時に若干開いてしまって、うまく曲がらないことになってしまうので、しっかり握って、ギュッと握って、親指でグッと折り込む形ですね。こうグッと、あ、そうですそうです。あ、さっきよりいけましたかね。ちょっともう一回やっときましょうか。ちょっとこれ苦手そうですね。そうですそうです。あ、綺麗にいけましたね。なんでポイントはまず P958 で作業する近くを持つということで、あと曲げるときは P958 しっかり握り込むということですね。では次が、この先端を挟みながらこうくるっと、巻いていってのの字曲げをしていきます。で、今のの字曲げ私が知る子でもこんなんできるんかなと今顔をちょっと、ね、引きつらせていたんですけども、できるようになります。ではまずどうしようかな。手首をこうひねりますかね。外側、品番が外側に向くようにひねりましょう。ちょっと慣れない手首の使い方ですけど。で、この状態で次は私中指使ってますね。中指をこの先のプライヤーのくぼみのところに当てながら、もう本当に先端をつまみます。で、しっかりつまめたら、もうしっかりと握り込んだまま手首を内側に戻していきましょう。
とても不思議な形に出来上がってしまいましたね。ちょっと見ましょうか。これはちょっと待ってくださいね。ちょっと予想してなかった出来栄えになってしまったんで、もう一回いきます。さっきちょっとのの字曲げ挑戦してもらったんですけど、本来だったらこのような形になるところが、なぜか初心者さんは今ちょっと芸術的ですね、このような形になっております。で、これなんでかっていう原因ですね、ちょっと見ましょう。まずその被覆少し開いたところを90度に曲げるまではいけました。正しいやり方はこの状態からこう先端をつまんで手首を返すと思ってる通りののの字曲げになるんですけれども、さっき初心者さんは90度に曲げました。で、この状態ですね、この状態から先端を挟んでこう回してしまったので、なんかとんでもないことになっております。なんかこう倒した方向、なんて言ったらいいんでしょう、後々の完成形のイメージができてたらここはクリアできるかなと思います。この、最初に90度曲げる理由としては、こっちの黒い方は最初90度曲げる作業をしなかった時ののの字曲げです。で、こっちがちゃんと最初に90度曲げた時ののの字曲げなんですけれども、この最初に90度曲げる作業をしていなかったら、こののの字曲げと新線被覆がだいぶ近くなってしまうんですね。で、ちょっと電線をまっすぐ見た時にこうのの字曲げがこのように横向いてます。で、この状態だと後々ここにネジを通してネジ締めするんですけれども、この新線被覆が噛まれてしまうんですね、ネジに。で、新線被覆これ噛んでしまうと欠陥になってしまいますので、それを防ぐために最初に90度曲げて、こののの字曲げを立ち上がらせるというんですかね、この首と言われる部分を作る必要があります。なんでこの完成形をイメージしておくと、まあ、こう言ってしまったらもうせっかく曲げた90度何も活かせないんで、この曲げた90度をシャキッと立ち上がらせるために、電線はこうじゃなくてこの状態ですね。電線立たせた状態で先端を挟んでぐるっと戻してあげると、さっき90度に折ってた部分がまっすぐ、ちょっと伝わりにくいですかね、こう曲がってたのが伸びてのの字曲げがまっすぐきれいに仕上がりますので、まあそれをちょっと意識してもう一回やりましょうか。では黒線の方でもう一回リベンジします。しっかり握ってもらってグッと、そうですそうです、あ、綺麗にできましたね。 ありがとうございます。で、まあのの字曲げに関しては全部こう最後までここ巻き切らなくても大丈夫です。あの明らかにもう開きすぎてる、これだとさすがに欠陥なんですけれども、これぐらいの隙間は許容範囲ですので、まあそれをちょっと頭に入れながらやっていただけるといいかなと思います。まあここら辺の、何が OK で何が NG なのかという基準に関しては、試験センターが出している欠陥の判断基準、これがもう全てですので、まあ、そちら確認してみてください。ではちょっともう一回のの字曲げしておきましょうか。ではこれを使って20ミリストリップするとこからいきましょう。
少し開いておくと作業やりやすいですね。で、皮膚から少し空いたところをしっかりつまんで、で90度に折り曲げます。あ、で90度に折り曲げるとき P958 をこう動かすよりかはケーブルを持ってる親指を使って折り曲げる方がやりやすいかなと思います。ちょっとそれで白い方もう一回やってみましょうか。 P958 じゃなくて左手を使う、こうですね。あ、こう、あ、そうですそうです。そうですそうです。で、先端をつまんで、でちょっと巻きが足りないなっていう時はもう一回このここの先ですね、もう一回つまみ直してもらって、でちょっと閉じ加減調整することできますんで、まあ、そこで最後調整されても大丈夫です。あ、綺麗にできましたね。で今私この手首を返してやる方法をご紹介しているんですけれども、ちょっとこれがやりにくいっていう場合はもう普通に品番内側手首ひねらずにこう何回かに分けて、まず1回カーブさせる、でカーブさせるみたいな感じで何回かに分けてのの字曲げされてもいいです。まあ、これは本当に人それぞれやりやすいやり方があるかなと思うので、ただ私はちょっと何回もつまむっていうのがちょっとめんどくさいので手首を返して、で一気にグッといくようにしていますですね。ではちょっと今日の振り返りとして一連の流れもう一回最後やってもらいましょうか。ではまずケーブルを30センチにカットしてもらいます。はい、ケーブル外装を5センチストリップします。で、この時にちょっと止めますね。今ケーブルがちょっとぐにゃぐにゃ曲がってますね。これできるだけまっすぐしておくとより作業がしやすいです。なんで手でこうやってグッとまっすぐにしてもらうとしっかりとケーブル伸びますんで、このようにしてから作業入りましょう。スムーズにきましたね。じゃあ次、新鮮皮膚を20ミリです。いけましたね。じゃあ最後、あ、ちょっとまた白線の方が長く出てしまっているので長さちょっと合わせておきましょうか。そうですそうです、はい、OK ですね。で、のの字曲げいきましょう。で、皮膚から少し空いたところをしっかりつまんで、あ、逆側でも大丈夫ですよ。逆側でも大丈夫です一応90度に曲げれさえすればどちらの向きに曲げていただいてもいいんで、じゃあちょっとそこからしっかり曲げましょうか。そうですそうです。で、じゃあのの字曲げいきましょう。
っとまだ苦手な感じしますね。最後プロ線ももう一回のの字曲げしておきましょうか。はい、やっとなんかやり方分かりました。分かりました、はい、よかったです。最後の最後にちゃんと理解してもらえてよかったです。で、立てるときに、はい、なんかここのケーブルが机に当たってすごい作業がやりにくそうでしたね、はい、なんであれだったらこうケーブルを少し曲げてもらってもいいですし、はい、できるだけ、そうですね、そんなに腕を上げてしまうとちょっと作業やりにくいんで、はい、まあ、机に近い状態で、はい、あ、そうですそうです。で最後ちょっと先端形微妙かなって思ったらもう一回つまみ直してさらにクッと、あ、そうですそうです、巻き込んでもらうと綺麗にのの字曲げできます。でこれ巻き込みすぎて逆にこうなってしまうのは、のの字曲げがこう電線重なってしまうのは NG ですので、それだけご注意ください。では他に、そうですね、で、こののの字曲げがまず初心者さん一番苦戦されるポイントかと思います。私も実際、受験するときはですね、のの字曲げだけを夜な夜ななんかもう10回20回ひたすらやり続けるみたいなことをしてました。なんでもういきなり候補問題に取り掛かるとかじゃなくて、まずはこの P958 を使ったストリップだったりのの字曲げ、これの動きに慣れてしまえばもう必然的に候補問題にチャレンジしても全体の作業時間ぐっと短縮できますんで、まずはこの基本的な作業ですね、これをスムーズにできるようにひたすら練習してみましょう。では、今回この動画をこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。